2, 3 天空在倒数放弃你对我呢喃的情话很动听关心的亲吻算不算こんばんは時刻は21時30分を回りました引き続きウェザーニュースライブムーン檜山沙耶が担当しますよろしくお願いいたします先ほど一部媒体の方には大研プレゼンツ大研空気予報をご覧いただきました日によって空気予報の内容が変化していきますこの後もウェザーニュースライブムーンとアベマでは毎日皆さんの生活をより良くする空気を予報していきますぜひご覧ください週末土曜日ですね明日は皆さんは明日何時に起きる予定ですかせっかくの休みの方は少し早起きしてモーニングコーヒーなどどこか飲みに行くのもいいかもしれないですね私の理想の休日の過ごし方です、まあ、結構寝ちゃうんですけどねどうしてもイブニングムーンが多いのでなかなかね起きたとしても8時9時ぐらいで8時早いですかそれでも早いって言われるんですよ13時はさすがにないですそれもう1日終わっちゃうじゃないですかいや頑張っていや私髪切った理由が早く寝るためなんですよいや本当最近髪切ってお家着いて30分後ぐらい寝れるんですよ、まあ、それぐらい早く乾かせるんですよねもうすぐもうお風呂直行して洗って髪の毛も5分ぐらいで乾かしてまた時短の技を生み出したんですよクリームシャンプーって皆さんご存知ですかクリームシャンプーシャンプーとリンスが一体型になっているものでシャンプーなんかもうずっと時短技ばっかり言ってますけれどもクリームとシャンプーが合わさっていて洗浄力もあってシャンプー一役でシャンプー1個で6役ぐらいできるんですよリンスインシャンプーではないんですよで地肌もいたわってマッサージもできていいですよ皆さんもゆっくり休めるときに休んでいただいて、はい、時間管理もしていただきたいですね、うん、なるべく私も朝早起きできるように頑張っていきたいと思います明日早起きいかがでしょうか8時ごろ起きてモーニングコーヒーとかもいいかもしれないですねぜひそういった報告も番組内でお待ちしております